ティーチャークーボー、 iPhone 買うらしいじゃないですか。 iPhone こうシネマティックモード 4K60fps です。インカメです。まあこれね、 iPhone 13で、あのプロでもなく MAX でもないです。はい、まあ、久保さん、僕ね iPhone 13がおすすめです。まあなぜかっていうと、まあ久保さん外カメあんま使え、まあでも大和くん今撮ってるからね。まあ僕インカメメインなんですよ。外カメあんま使わないんで、まあインカメの性能で言うならば iPhone 13もプロも MAX もインカメの性能は変わんないんですね。しかもね、重いんですよ。で iPhone 13すげえ軽くてめっちゃいいっすよ。で速いし、まあ多分 iPhone MAX だともっと重くなると思うんで。で iPhone 13も僕500、これ 12GB なんですけど、まあ512あればまあ十分です。 1TB なくても十分ですね。まあそのデータ転送しないんだったら、まあずっと iPhone に留めときたいんだったらあれですけど、僕 YouTube にアップしたらもうあの消すんで。でまあ今回ね、借金ブランディングですね。借金ブランディング、まあ久保さんも言ってましたけど、あの僕がね前セミナーやってた時に、吉谷さん貯金いくらあるんですかみたいなね、あの休憩中にお客さんが言われたんですけど、まあ想像にお任せしますみたいなね、あの借金返済しながら僕セミナーやってたんだけども、まあお客さんはね、こいつめっちゃ稼いでるんだろうな、貯金めっちゃあるんだろうなと思って参加してる人が、まあいたわけ、いると思ってたし、まあ実際に聞かれたわけですし、あんまね借金があること言えなかったんですよ。でやっぱ僕が本当に思ったのが、その借金をねありますっていうのを言っちゃったところから結構楽になりましたね。で借金がある男からね商品買うのかって思ってたんですけど、まあ普通に売れるし、逆に言うと売り上げが上がったっていうねそう、だからそれはそのお客さんのアンケートを取ると、なんか借金で大変ですとかね、あの借金がどうのこうのっていうお客さん結構多くて、いや俺も借金あってもうめちゃめちゃ大変な思いしてんだけどみたいなね、表ではねどうも言うてるけども、いやめちゃめちゃしんどいよみたいな、だからバーって言っちゃったんですけど、でもすげえ楽になりましたね。まあ今もう借金返しましたけど、まあ借金があるまだ返済中に言ったんで、それはでも結果的に大丈夫でしたね。だからもう借金ブランディングでも売れるっていうことを僕は体験したので、だから結局その借金を持ってようが、まあ一応僕はスキルはあるわけですよ。お金を稼ぐスキルもあるし、教えることもできるんですよ。ただ借金はあると、でも教えられるよと。で一応本も、まあエビデンスとしてはまあ本の著者出版もしてるんですけど、だからまあもちろん借金もあって稼ぐスキル、稼ぐスキルもなくて教えた経験もなかった、それはきついですけど、僕は借金はあるけれども、まあその経歴はあると、だから教えることはできるんですよね。だからまあ僕の場合は借金ブランディングでも全然大丈夫でしたね。やっぱ等身大っていうのが一番楽っすよ。めちゃくちゃ楽。だからこういうね外、まあでもこれ iPhone 綺麗っすよね。久保さんどうですか。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。これ綺麗っすよね。シネマ、これシネマティック 4K60fps っていうクソ重いやつなんですけど、これインカメですから結構一眼っぽく、まあちょっとねここまで近づけるとあれかな、どうな、あでも結構いけるな。ここまで近づけると一眼っぽくないですかね。どうですか久保さん、これが、これ結構ねここまで話したら多分わかんないですね。一眼っぽくないですか。すごいですよねこれ。これ人物も追ってくれるし、すごい。これインカメですから、iPhone 13のプロでもなく MAX でもなく iPhone 13です。しかも軽い、はい、これね iPhone 13 512GB がおすすめですね。軽いから、はい、ということで借金ブランディングでもまあ稼げるましたということですね。僕はですよ、僕はまあでもね、まあ思ったのが結局
まあ素直に生きる、素直に伝えていくっていうのが、まあ一番最強のブランディングなんじゃないですかね。そのお客さんに思いを伝えていく、素直に思いを伝えていくっていうメッセージをな、素直にメッセージを流していくっていうのが、だから今回ね、鷲津さんの商品、ブックメーカーの商品をまた熟成さんの紹介して売っていくんですけど、もう買いたいっていう人めっちゃ来てるんですよ。で、僕ブックメーカーやってないんですよね。で、ブックメーカー僕やってないよっていうことも言ってるしね。そう、ブックメーカーやってなくても売れます。まあこの前あやさんの商品もね、僕ブログで稼いでないけど売りましたし、売り上げ100万以上になりましたしね。まあ今回は単価がねちょっと高いんで、まあ見込みとしては多分まあ200は超えてくかな、200は超えたいんですけど、単価がちょっと高いんで、うん、まあどうなるかね、蓋を開けてみないと分かんないですけど、まあ最低でも200以上は売り上げを作るっていうのは一応目標値であるんで頑張ります。はい、いってらっしゃい。